2007年フランス議会総選挙は、フランスにおける立法府の会員にあたる国民議会を構成する議員を選出するために、2007年の6月10日と17日の2回に分けて行われた総選挙である。大統領選挙第2回投票で、サルコジ大統領が当選した翌月に行われた。2007年フランス議会総選挙に基づく、党派別議席数の半円グラフ。 右ガンプを中心とする右派系、左が PS を中心とする左派系。出展、オフィシャルボーティングリザルツ、ミニストリー・オブ・ザ・インテリアエクセルファイル。サルコジ大統領所属の与党、国民運動連合が国民議会の過半数を占める結果となった。第1回投票で国民運動連合が得票率40%近くを獲得し、野党第一党の社会党に大差をつけた。 第2回投票で与党圧勝が予想されたが、社会党が盛り返して前線。与党が議席を減らし、社会党が46議席伸ばす結果となった。与党が安定多数を占めたものの、サルコジ政権にはやや厳しい国民の判断が下された。また、フランスはフィヨン内閣の副首相閣にあたるアラン・ジュペが、社会党候補に敗れて落選するなどの波乱もあった。 これで勢いを取り戻した社会党を率いるサハ連合は翌2008年の統一地方選で地滑り的な対象を収めた。ありがとうございます。